ゃあほんとまでです。はい、っていうことでね、本日もちょっと最新フィギュアのね情報をお届けしたいと思うんですが、まあ、とまるがね動画を出すってことはもう販売期間がね締め切り間近っていうことなんですけど、本日何の最新フィギュアをね紹介するかというと、大人気アニメのねチェンソーマンのねパワーのフィギュアでして、まずはね去年秋葉原まで行ってじっくりねデコマスを撮影してきたので、そちらの様子からねご覧ください。どうぞ。ということでね、たまにしか流さない派のねパワーちゃんのフィギュアをねご覧いただいたわけなんですけど、多分ねアニメとか漫画見てない人からすると、これどういうシチュエーションなのって思うぐらい、便器に座ってる美少女のスケールフィギュアっていうのもねなかなかね見かけないフィギュアだと思うんですけど、足の親指がね反ってたりとか、顔をよく見てもらえるとねちゃんとギザ場にね
なってるところとかね、デニムスカートのね裾のほつれ具合とかね、便器の方もねリアルにしっかり作り込んであって、そうどこから見てもねあのワンシーンが再現されてるので、ファンには必見のねフィギュアになっているんじゃないかなって思います。販売期間がね2022年の11月2日から2023年の2月12日の23時59分までっていうことで、お値段がね29,920円の税込みとなっております。で今回もねちょっと購入特典がございまして、公式通販サイトか Amazon でね受注期間中にご注文いただくと、なんとニャーコのフィギュアがねついてくるんですよ。もうパワーといえばねちょっとニャーコとぜひね一緒に飾りたいなって人も多いかなって思うんですが、そもう購入特典でねニャーコまでついてくるので、もうニャーコ欲しい方はぜひね公式通販サイトか Amazon でねご注文していただけたらなって思います。となかなかこの構図でねフィギュア化されることもないんじゃないかなって思うから、結構ね面白いフィギュアになっているかなって思いました。まあ、渋スクさんなのでねお値段が結構張るんですが、チェンソーマンのファンの方にも、あのパワーのファンの方にもね、美少女フィギュア好きの方にもね、便器のフィギュア欲しい方にもね、便器のフィギュアを買うとパワーちゃんまでついてくるっていうね大盤振る舞いのねフィギュアとなっております。はい、っていうことでね販売期間も終わっちゃうので、皆様買い逃しのないようご注意ください。前回のチェンソーマンのフィギュアが結構さ、もう血しぶきぶっしゃーって感じでエフェクトすごい感じだったのに対して、まさかのパワーはね便器のシーンでねびっくりしました